はい、前回のパートからため取り、まあつまりパート3までは全部ため取りってわけで考えてくださって結構です。刹那圭介です。まあ前回のパートをいろいろ探した挙句、ここがようやく見つかった感じです。細かいところを気づく必要がありますね。これこっちにも沼あるんすか。沼はあかんっていうことが分かったんです。まあそんなことは言わずに、とりあえずそんなことを言う暇があったらとりあえずこっちに入っていきたいところ。ではこっちから、あ、セーブせました。今さらやけどセーブさせて、そう、もう光るもんがまたある。あの光るもんの意味がよく分かってない状態であります。なんだい、ホタルなのかい。お兄ちゃん、ホタルなんで死んでしもったん。あ、こんなあった。大司教がちょくちょく姿を消す。どこかに抜け道があるらしく、何かを行うために使っているようだ。大司教、危ないな、あんた。で、一番気になるこれね。私、ボルト・ディートリヒは、ここにパスワードを隠すことにする。ヒントは、死は嫌にしよう。パスワードだから数。え？数？そこから先は胸がかすめてやめない。くそーくそー、重要なところ。死は嫌で数がなんかっていう話らしい。パスワードだから、数、ああ、そうか。わかったわかった。これは簡単じゃわ。パスワードだから数字に使用的な感じなんだろう。でもって死は嫌。4818じゃないかな。これは定番っていうところかな。甘いな。俺にはすぐに解けるぜ、その謎が。はっはっは。威張ってすぎません。こっち側調べるところなし。あの椅子がちょっと気になる。ちょっとお前じゃない、お前じゃない、お前じゃない、お前です。この椅子が気になるよね、やっぱ。ちゃちゃーん、私、女社長、よろしくね、なんてね。ここら辺は何も、お、これこれ。あ、何もないんかい。何もなかった。何もなかったっすか。こんくらいかな。おし、次へ行ってみよう。セーブ。もう、いろいろセーブとかな、まずいような気がしてきたもん。俺よ、こんなセーブ、こまめにセーブさせるっていうゲームは久しぶりに見た。鍵がかかっている。うん。相談し、すいません。ここから出たいんですけど、相談したいんですけど、ここから出たいんですけど、わー、相談室も来なくなってある。相談させてくる気ゼロだね。うん。な、これ。お、あれ？これさっきと同じじゃない？同じ内容じゃね？うん。同じ内容の分もう一つ作ったんじゃ。なんだやねん。なんでやねん。カーテン。なんもなしか。そうですね。んで、あとこっち。お、これは、ようやくハンマー使うんじゃないかな？あ、違ったわな。まだハンマー使わないんですね。そうですかね。くそ。ハンマーいつ使うんだろうね。今でしょうと言ってくれないのかね。ってことはこっちですか。セーブ、こまめにしとかな。まずいよ、ほんとに。ですね。下から行こうか。なんこれ、個室。鍵かかってる。残念。書庫室だったっけ。書庫室じゃないわ。倉庫室か。倉庫室がなかなか見つからない。懺悔室？懺悔室。恐ろしいところはあるな、おい。いやね、入りで、出入りじゃなくて、するときの注意。刃物等の武具は装着しないこと。ハンマーはダメなこと。懐中電灯は持つけど、ハンマーは外しとこうか。一応ね。まあ、ハンマーを武具と認めるかって言ったら、なんだ、鍵がかかってるのか。あ、そうか。そうなんだ。ハンマーは外す必要なかったな。うん。え？ってことは、もう、次へ進めってことか。オッケー。どんどん、遭遇したったっけ？もう、ようわからんようにはできたけど、行きたいところが、なかなか見つからん状態になってしまったね。やばいね。
なんか、なんつうかヒントが全然出てこない。個室さん。あー、開いてない。個室は開いてないもんだと考えるべきだったか。やばいぞ。進展がなかなかないぞ。あの叫んでいる女の子のこともめっちゃ気になる。あれ？あ、そうか。これただ戻ってきよっただけなんで。なんかちょっと頭の中で、マップの感じがちょっとおかしいなってきた。あ、こっちか、こっち。やばいぞ。あれ？あれ？ちょっとおかしいな。あれ？なんか俺マップの、頭の中でマップがごちゃごちゃしとる。こうなって、こうなって、こうだろ？で、これ、個室来て、ここ開いてない。やば、俺頭の中で、ちょっとマップが、頭の中にマップが描けてない。2階来て、あ、2階か、ここ。そうやな、2階やな。あれ？で、こう2階が出てきてやけん。あー、繋がっとんじゃってなるわけか。ってことは、もう、ほとんど調べてしまったってことじゃない？ここからは調べてない、調べ残したところと、また新しく開いたところを探すフェーズってことだな。なかなか大変。じゃあ、進展があるとこまでカットさせてもらおうかな。すいませんな。じゃん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 。あれ？進展があるまでカットしてください。いや、させてもらいますかなって言ったそばから倉庫室見つけてしまった。これでしょ？これですね。あら、あら？あれ？案外簡単に見つかってしまったよ。てか、ここ開いてなかった。っていうか、倉庫室じゃなかったような気がするから、あれ？おかしいな。もう頭の中で、ちょっと、ここのマップがおかしいなってで。うん、こういう俺、方向音痴のところあるんだな。とりあえず、セーブしてですね。もちろん入りますよ。問題点はここです、倉庫。ここで何かがあった的なことを。あれ？まあいいや。応急セット！やったー！何に使うかわからんけど、応急セット！体力を3回復する。HP 制なんじゃ。この重点がちょっと重要なんだな。なるほどね。この体力回復がいつか役に立つわけか。おう、来た来た。教会が不審との連絡あり。私はこっそり教会を探ることにした。ん？1日ってことを考えたらこれが一番最初のかもしれんね。一番最初でなんか調べよったら、それを大司教に見つかったかん、気づかれたかんな。人の目玉と思われるものが瓶には入っている。気持ち悪いよ、ボケ。それでも教会か、お前。それ言うは病院の仕事じゃ、ボケ。人の血らしきものが大量にある。献血好きなんだね。わかるよ。俺、18歳でもう献血2回も受けたもん。400ml ずつ、銃当たれたもん。取られたもんね。取られたっていうか、譲ったもんね。応急セット2つ目。そんな、俺の身の上話はどうでもいいとしてた。応急セット3つ目、来たー！応急セットが3つも手に入った。あった。なんかよくわからんけど、やった。そして一番気になるこれですね。銀色ナイフ懺悔室の鍵。え？なに HP とか出てきた。左上に HP 出てきた。こんなゲームだったのか。銀色ナイフ手に入れたらいいけど、いざ戦うとか怖いな。そりゃそうだ。女子高生ですよ。でも、出るにも覚悟決めなきゃね。使い方は確かツールを装備して A キーね。装着しないと使えない。 A キーだと。俺ゲームパッドでやってるんですけど、俺 A って設定したっけな、なんかに。まあいいか。とりあえず装備。ああハンマーとか潰さないかんのか。懐中電灯、これを状況によって使い分け装備し直さないかんのがなかなか大変ですね。どうすかな。懐中電灯欲しいし、ハンマーもいざって時に使わな。壁を調べるってことをこまめにしないかんもんな。勝負。懐中電灯を捨てる。一時的に死者を倒すって、マジか。完全に倒すことはできるので。うわすげえすげえ、なんかすげえ
なんかゼルダの伝説のリンクみたいになってる。この A 押しっぱなしにして回転とかしてくれんかな。してくれませんよね。すげえすげえ。単なる棚にバンバン切り付けてる。しかも銀色ナイフとか言いながらすごい色になってる。何これ、すごいぞすごいぞすごいぞ、なんかすごいぞ、無駄にすごいぞ。無駄にって言っちゃあかんな。すごいぞ、こういうゲームだったんじゃ。すげえ、これなら戦えそうな気がする。とりあえず用はなくなったかな。家も手に入った。こういうの残してくれたあの最初の幽霊に感謝した。あー、なんかおるで。あれが幽霊か、幽霊なんか知らんけど敵か。あー、戦うぞ。 OK、 あ、ダメージ食らっちゃった。ちょっとダメージ確保でいかないかな、な、戦うとしたら。ならできるだけ戦うも避けた方がいいっていうのはしょうがないことだ。面白いなこれ、すごいな。あれ確かあれか、懺悔室か今度は。 OK、 懺悔室って確かこっちだったと思うよね。あー、なんかおるよもう。され、そう、戦わな避けれんような状態になってる。あーす、くそ、こりゃ救護セットが序盤に3つも見つくるわけじゃ。やばいぞ、作る作る、おっしゃー。できるだけ戦いは避けないかんぞ。そこで救懺悔室ってどこやったっけ、下かな。懺悔室、あ、これじゃ、ここやな、懺悔室。刃物等の武具は装着しないけど。だからか。つまり、ナイフを外せてもらうか。くそ、やられた。ハンマーはどっちかわからんけど、とりあえず懐中電灯だけ持っといて。ね、一部覗くってやったのは何だったんだろう。さて、鍵持ってるんですけど。あ、アイテムから使わんかったらいかんのかな。懺悔室の鍵だし、え？別にいいやん。これでもいいじゃん。いいじゃん。よく正しく美しい。懐中電灯外せていいのか、いいかいいのか。ああ、懐中電灯外さないかんのかい。懐中電灯ぐらいいいやろ、ボケ。くそ、ボケとかいいよ。ボケって言っちゃうかん。二日。潜入捜査を開始。今のところ問題はない。ここが有名な、グレイフェアーズラルム教会か。あ、あれ？確かあの最初の幽霊で女性だったのに、今は完全に男性口調やな。もしかしてメモを残した人間2人以上おるんかな、もしかして。せいか、まあまあ考える必要はないか、今は。血に染まった椅子が置いてある。ああ、座ったらダメだろ、これ。絶対座ったらダメなやつじゃん。何考えとんじゃん。座ってみますかっていう考えが浮かぶこと自体おかしいよ、この女子高生。そうそう、ネタで座ってみるけどね。HP8 になってる。まだ回復する必要はないか。いけー、ん、何これ。何これだよ、本当に何これだよ。何があって死んだんか教えてよ、ちょっと。わからない殺しだね。恐ろしいね。まあ、こういう選択肢が出てきたら、まず疑った方がいいって考えた方がいいですね。なこれ。罪があるものは、ここの椅子に座り、死を持って、すぐない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 、あ、そういうことだった。つまり、処刑道具的な、なんかだったんやな。懺悔室ってもう、え、なに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 、俺の、俺の、俺の話を聞け。何か教えろ。何やったんや、今。え、何だったん、ね、何、何これ。え、嘘。何、何だったんこれ。よう分からん。で、こうなる。どういう原理で死んだか分からない。どれ、右行ったらあかんの、どっちから行ってもあかんのこれ。あ、あかんやつ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 。出た方がいいですね。もう、用は済んだと思いますね。出よう出よう。あ、怖かった。
なにこれ、やばいぞ。アクロバット死にゲーだな、これは。ナイフも必要以上は使う必要はないと見た。こっちなんだっけ、個室。開いてない。後ろから来る、後ろから来る。ダッシュベイベー、オッケー。さて、ある程度見回ったし、もしかして新しい、いやー、何今の入り方、ちょっとビシーって言うたけど、何ビシーって言うの、素人だった。何ドイツがビシビシ言わすとん。あーす、先回りされた。ここ見たよな、見たよ見たよ。オッケー、ビシビシ何が言わすとん。ちょっと何がある、ちょっと相談室、あ、相談室見たな。ビシビシ、あー、何もお前正面におるんだお前。よいしょ、オッケー、セーブ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 。で、今回はこの辺で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。See you again! やばいぞ、このゲーム。